でも実はその前にやるべきことがあったんですの。これまで後回しにしていたのが不思議なくらい。それこそが私にとっての始まりだというのに。そう、あなたにも復習しないといけませんの。わいよー、目がマジだったよ、ノエルちゃん。カロンもなんかちょっとびっくりしてるんじゃないの？ようやくここまでたどり着いたのに、どこまでも私の前に立ちふさがる。あなたのことも許しませんわ。良い表情をされるようになりましたね。カロン様にそそのかれましたか？ですが、あなた方はこっから生きて出ることはできない。その管理者用出入り口はすでにロックさせていただきました。強力な水圧にも耐える重装甲。力で開けるのは不可能です。もちろん何もそこで飢えて死ねとは言いません。今から間もなく、わずかな隙間すら残さず、その迷宮内は海水で満たされることでしょう。マジか？完全に時間の問題かな。どうせ、悪魔の力を借りなければ何もできない身。ならば、その悪魔と共に海の藻屑となってください。今度こそね。どうしよう。どうしよっかな。だ、そうだ。開くかどうか試してみるか？無駄だと思いますわ。じゃあ。何か手は。ごめんなさい。私と契約したばかりにこんなことに。なんか、いきなり冷静に戻って、逆に怖いんだけど。逆に怖いんだけど、今。さっきまでの気迫はどうした？こっから逃げ出さなければ復讐もそれまでだぞ。そうは言っても、これ以上どうにもなりませんわ。出口も時間ももうない。片腕を取り戻してシビラと接触するチャンスが来て、早速復讐ができると思ったらこのざまですわ。思えば私結局感情的にあなたを急かす割に迷宮では何の役にも立ちませんでしたものね。あなたの言う通り、腕一本生えたところで結局私は一人じゃ何もできなかったということですわ。でも、私が再びあなたと契約して、ここから脱出できるよう願えばあるいは。これで契約をするってこと？なんかだんだんノエルちゃん契約することを、あんまり重く捉えてないんじゃないか？却下だ。すでにお前は私と3度契約してる。それ以上、そのスカスカの魂で代償を払えると思うなよ。だったらどうすればいいんですの。私が蒔いた種なら、私がどうにかするしか。私にだってプライドはありますわ。私の復讐に付き合わせておいて、ダメだったから一緒に死んでとは言えませんわ。なるほどな。見えてきたぞ。お前がずっと復讐を急ぎ、一人体を張ろうとしていた理由が。ノエル。どうやらお前は復讐心を燃え上がらせるあまり、一つ大事なことを忘れてるらしい。大事なこと？その復讐はお前だけのものではない。カロンのものでもあるよね。シビラやバローズに恨みがあるのは私も同じだ。だからこそボマーを倒したあの日、正式な契約を交わし、私たちは同じ敵を持つ者同士、対等な関係となったんだろう。その日から私はお前の復讐に付き合わされている、などと思ったことはない。迷宮では何の役にも立たなかった？うぬぼれるな。非力なお前がクソの役にも立たないのは当たり前だ。腕一本生えて、一人で強くなった気でいたか？私は私にできることをする。お前はお前にできることをすればいい。
待って、かっこよすぎるんだけど。行ってみたいよ、俺も。一人ではなく、二人で行動していることを忘れるな。それが私たちの悪魔の契約だ。出入り口は塞がれたが、ここはもうかなり海面に近い。息を止めていられるとしたら何秒だ？60秒くらいかしら。結構頑張るね、ノルちゃん。十分だ。60秒でお前をそこの流入口から海面まで連れて行ってやる。この空間が海水で満ちた、その時こそ流れが止まるとき、流入口は外とつながるただの穴になる。どれか一つくらいはすぐに海に出られる短い水路もあるはずだ。どっから行こうね。問題は水路の長さがこっからじゃわからないことくらいか。まあいい。私が早く泳げば済む話だ。これもまた悪魔の正面右一つ目。ノルちゃん？何？一番短い水路のことですわ。音の反響や高さから考えて一番外に近いのは正面右一つ目。私ピアノをやっていた身ですから耳には自信がありますの。貢献したなぁ。早速役に立ったじゃないか。途中で溺れたら承知しませんわよ。悪魔の誇りにかけてそうはさせんさ。でどうなるんでしょうね。よし行くぞ。60秒の辛抱だ。どうするんだろう。俺がやるのか。なるほど、ここは操作なんだね。あ、なるほど、なるほど。そうやって突き進んでいくんだ。これは何？回避の方法は特にないのかな？わかりませんが、こっちだな、多分。こっちで行く。まっすぐ行きましょう。行き止まりでした。行き止まりでした。次行きましょう。これは多分回避できないっぽいかな？それだけ時間に余裕を持って行かないといけないってわけだね。大丈夫か？あ、大丈夫かな。出口だ。あと少し。まずい。間に合うか？間に合ってー。ああ、よかったー。スピードボーナス。まあ、一回行き止まり引いたもんな。あれなかったらどうなんだろうね。入ってたんかな。終わりませんが。まあでも、5ポイントもらえましたから。というわけで帰ってきましたね。起きたか。ここは、スラムの、もう定位置だね。海底迷宮からの脱出は成功した。ただ、お前が意識を失ったから、ここまでで、退いてきたんだ。あの夜からちょうど半日ほど経ってる。そんなにか？そうですの。ご迷惑をおかけしましたわ。そして、助かりましたわ。構わん。これも契約の地だ。最後はお前も一応役に立ったしな。十分貢献したよ、ノエルちゃん。行きましょう、カロン。まだシビラを倒したわけではありませんわ。もう大丈夫なの？ええ、のんびりしている場合ではありませんもの。きっと私たちが海底迷宮から脱出したことはすぐにバレるはず。それすらも時間の問題だよね。だったらまだ脱出劇の余韻に浸る時ではありませんわ。今度こそアクエリアスビルの攻略というわけか。アクエリアスがショーに関係している。それはもう嫌というほどわかりました。
だったらシビラに証拠を処分される前にこちらから正面突破してやりましょう。いいだろう。ならば早い方がいい。今夜にでも攻めるぞ。だがおそらくシビラとの接触は避けられないだろう。まあ絶対だろうね、これに関しては。あのビルの中でセキュリティとの戦闘があるものとして準備しておけ。準備するってことかな。オッケーです。じゃあ、ちょっと準備してきましょう。店長、店長。どうしましょうかね。活性剤ね。なんか使った試しが、なかったんだよね。シーズン1の時。結構、とっさの時に、なんか、とっさの時に役に立つのって、傷薬なんだよね。やっぱ自動で使ってくれるのはありがたいので、傷薬を2つ買いましょうか。とりあえずこれでいきます。よろしく店長。でかいですよね。でかかった。頑張ってくださいね。あれあんた、なんか雰囲気変わったかい？気のせいかな？前見かけた時は両腕なかったような。わ、よく見ておる。よく見ていらっしゃる。よし、ということで、行きますか。できた。よし、いいだろう。ならばあとは夜が更けるのを待つだけだな。しかしお前、あれだけ危険な目に遭っておいてよく怖くないな。誰も怖くないとは言ってませんわ。でも今それ以上に不思議な気持ちですの。不思議な気持ち。シビラへの復讐心が静かに高ぶってるような、冷静に燃え上がってるような。そうか、感情が暴走してるわけじゃないならそれでいい。まあそれだけでも違うからね。だいぶシビラはお前にとって特に直接の仇だろうからな。奴の決着は一つの大きな節目になるだろう。だが終着点ではない。奴を倒してもまだお前の平穏も夢も戻らない。バローズだからな。そこは履き違えるなよ。シビラはヌールちゃんにとっての始まりであって。分かってますわ。でもだからといって慎重にはなりませんわ。この戦いは私の手で決着させなければならない。誰に代わってもらうことなく、私自身の手で。やる気だなぁ、ヌルちゃん。いやぁ、音楽が盛り上がってきましたね。見た目や戦術と変わらないですわね。表面上はタラの企業なんだ。変えようがない。もっとも中は確実に警備だらけだろうな。また別の裏口でも探すか？ いえ、やめておきましょう。また海底迷宮に落とされたらたまりませんわ。まさか、まさか正面から本当に？正面から侵入できないかしら？いやー、ノエルちゃんらしいよね、でも。侵入というより突撃に近いが、警報が鳴ってもいいならもちろんいける。あんまり良くはないですけど。まあ、シビラもバカではない。警報など関係なく、中では熱い歓迎を受けるだろうさ。ならば正面突破しましょう。その方が分かりやすいですわ。よし、決まりだな。シビラの鼻を真正面からへし折ってやろう。だが覚えておけよ。戦闘は私が担当する。自力で何かしたいなら、それ以外を担当してくれ。分かってますわ。これまで通り殴り合い任せます。さあ行きましょう。行こう。やる気十分だね、ノルちゃん。どうしたの？どうしたの？どうしたの？ああ、なるほど。カロンのタイミングってわけね。よーし。